う、この企画そもそもさ、誰が言い出したんだよみたいなあると思うんですけど、私が言い出しました。私を追ってたね、星読みの皆さんは分かってると思うんですけど、まあフォーメーションダンスとオーニーズンでってダンスっていうのはやっぱめちゃくちゃやりたくて、でせっかくやるんだったら、なんかその今まで練習風景とかっていうのをみんなに見せれなかったのね、あんまり。まあなんかこうちょっと察してほしいんだけど、練習風景を見せるってなったらスタジオに入んないといけないわけじゃない？自社スタジオ、うちのホロライブのスタジオに。でも練習配信のためにってか、練習を見せるために 3D をそんなに使えないというか、ちょっと難しい話なんですけど、ダンススタジオで上手に撮れないっていうこともあって、あんまり見せることができなかったんだけど、そうだね、メイクが大変。そうなのよ、メイクが大変だから。そう。ダンススタジオだとやっぱみんなメイクしてないから、なかなか撮れなくて、だからなんかちゃんと企画にしてみんなに練習風景を見せて、なんかこん時はこんだけ下手くそだったけど、こんなに成長してライブでこんな風に披露できるようになったんですよっていう姿を見せる企画をやろうよっつって、今年の頭、言うても4月とかだったかな、なんか見返してみたんだけど、確か4月とかだった。4月に私が企画書を提出して、運営さんがカウントダウンライブ今年もあるから、まあそこでちょうどいいから、そこに吸収するかってなって、運営さんのお力もたくさん、てかほぼ運営さんの力なんだけどね、運営さんの力を借りて実現しているって感じですね。なんかたまたまそこにレッスンウェアとかも重なっていけるかもみたいになって、でもめっちゃ無茶ぶりやったけどね。なんか最初8人じゃないとレッスンウェア無理みたいな言われてて、でも私はさ9人やりたいわけって、9人やりたいからもう1人ぐらい頑張ってよって言って、仕方ねえな言うて、しゃあねえな、うるせえなお前マジでってなりながら多分やってくれてるの。そんなこと言われてないですけどね。じゃあここまでにメンバーちゃんと決めといてよみたいな感じになって、分かったよみたいな話して結局10人にはなってしまったんですけど、結局2人増やすことになってしまったんですけど、あの運営さんはね、心よく、分かんないですけど、分かりました、やりましょうと受け入れてくださいまして、本当にたくさんの人がね関わってくれております。だから本当に、でもやりたいのって別に私がやりたいってだけだから、他のその参加してくれてるみんなはなんか私がやらせてる、無理やりやらせてるだけかもみたいな気持ちももちろんちょっとあって、なんかみんな本当に自分の周年とか生誕もなんか被ってる子とかも結構いて、だからもうそんな忙しい中にほんまにすいませんっていう感じだったんだけど、でもなんか今日みんなとね一緒に練習して、みんなすごい楽しかったって、本番も楽しみってすごいね言ってくれてたから、あ、みんなもちゃんと楽しんでくれてると思ってすごい安心しました。よかったって、なんかこんだけ大きい企画をするのって私も初めてじゃない？え、どうなんだ、私大型企画そんなやったことないよね。多分そうだよね、他の人巻き込むの初めてかな。そうだよね、多分そうだよね、あんまりないんだよな。なんかもう実現できてめちゃくちゃ嬉しい、すごく。ゆらゆらナイスグッドゆらゆらグレートゆら